皆さんこんにちは、アンナです。本日からは昨年6月4日 PS4、PS3 対応ソフトとしてリリースされた夏色ハイスクール青春白書というゲームを遊んでいきたいと思います。まあこのゲームを選んだのは単純に恋愛ゲームっていうのもあるんですけど、恋愛ゲームでも珍しいオープンワールド形式というのにまあ惹かれたんですが、まあそれと同時にAmazon のレビューでまあ低評価が圧倒的に、結構100件近くレビューがあるんですけど、低評価がかなり多くて、まあいわゆるゲーみたいな感じの評判になっているので、まあ身をもって体験してみようかなという感じで選んでみました。はい。まあそれに私にとっては神ゲーになるかもしれないので、まあ主に女子のパンツを取るゲームみたいです。はい。父の都合で高校転校。これが主人公目線のセリフかな。まあ、恋愛ゲーム自体やったことがない上にギャルゲーが初めての恋愛ゲームなので、想像がつかないというか、どんな風になるのか予測不能なんですが、頑張ります。7月7日、夏ですね。オープンワールド形式の恋愛ゲームって、私が知る限りではあんまりっていうか全然ないようなイメージなんですけど。夢ヶ島、夢ヶ島。本日は夢島伝説をご利用いただき、まあ、グラフィックについてはあまり突っ込みませんが、ちょっと不思議な感覚になります。夢ヶ島高校。ここがその舞台となる学校なんですね。短い間だけどよろしく。2階建てで小さいですね。田舎の学校なのかな。電車も人がそんなに乗っていたわけじゃないし。みんな静かに。あ、ボイスあるんだ。今日は転校生を紹介するぞ。まずは自己紹介をしてもらおう。自己紹介。名字。何にしよう。迷うな、名字。サイオンジ。もちろん本名じゃないんですけど。アンナ。見た目が男なのに。名前は、女子の名前っていう。漢字がない。アンナ、これでいいかな、もう。カタカナにしようかな。いや、やっぱりそこはちゃんと、こだわりを持っていきたいので。アンズのアンに、奈良の名。で、アンナです。アナッチ。なんか、嫌だ。アンちゃん。で、結構呼ばれるのでたまにあんちゃんにしよう。8月、まあここは8月8日にしようかな。決定。サイオンジアンナです。よろしくお願いします。君の席はそうだな、うん、津崎の隣が空いてるな。鈴木先生はちょっとだけ頼りなさそうだけど、これが津崎。よろしくな。うわ、チャラそう。俺は津崎茂幸。しげって呼んでくれ。しげ。いきなりフレンドリーなやつだな。あのさ、ツンツンしてるよりはいいんじゃないかな。なかなかいいところだぜ。なんなら後で盗撮がしまくれるという無法地帯ということは情報は知ってますが、クラスメイトで席も隣同士なんて、もし俺が女子なら恋愛フラグ立ちまくりだろう。
ドン引きなんですけど。この学校のこともいろいろと教えてやるからさ、特に女子のこととか、だから仲良くやろうぜ。あ、はい、お願いします。それにしてもお前、この人の話聞く必要ないよね。長いんだけど、無駄に。中途半端な時期だよな。まあそこにいろいろ言われてもね、親の都合なんじゃないかな。飛ばしちゃった。肝心のテスト本番は爆睡だよ。これってどう思う？どう思う？誰もそんな話は聞いてないって感じだけど。もちろん母ちゃんには結果は教えられねえよ。自分の口からはとてもじゃねえが言えねえ。こちらに受け答えさせる気が全くないと隠してても見えるのですが。答案捨てちまうわけにもいかないし。はい、あそこは頑張って。考えてもみろよ。捨てたら捨てたで根掘り葉掘り聞かれて、しまいには担任にチクられて。初対面の人間にここまで喋るってすごいんだけど。詐欺に引っかかりそう、この人。ま、去年の俺なんだけどな。あ、そう。お前はそんな経験ないか？ないよな。ないけど。ないけど。同じこと思ってるよ。うちの学校、一クラスが30人しかいない。割り込まない、割り込む。マシンガンのように喋るな。割り込んでみようかな。聞き流しちゃった。長い長い無駄話とともに過ぎていった。ほんと無駄だよね。んじゃな、また明日。バイバイ、しげしげ。さてと、俺も帰るか。この名前と口調のこのギャップ、見た目のギャップもあるけど。いきなり胸のドアップ揺れてる。アナッチ、アナッチ、アナッチって何？やっぱりアナッチだ。アナッチ、アナッチやめてよ。アンちゃんだよ。アンちゃんに設定したのに、何アナッチって。勝手に変なあだ名つけられてる。メグだよ、メグ。メグ、2丁目の角のスーパーの向かいの三日月メグ。はや、メグちゃん。ちっちゃい頃、毎日一緒に遊んだメグです。よかった。私のこと一応知ってるんだ。結構可愛いな。声とか、王道的なヒロインみたいな感じで。それよりアナッチ、こっちこっち、行こう。はい、アナッチというあだ名がとても気になるんだけど。着いたよ。はい。ここどこ？いいところ？報道部。あ、これが例のやばい新聞部、報道部か。カオルコ先輩、弥生先輩、じゃっじゃーん。じゃじゃーん。あ、かわいい。あ、アンナです。今日は早いのね。相変わらず元気ね、三日月さん。この子かわいい、弥生ちゃん。そうじゃなくって、名字かな。注目、注目。私たち報道部が待ちに待っていた、まあ、新しい男子部員を連れてきました。強制的に。ほう、待ってたんだ。ふーんって。玉木入ります。あ、めぐね、こんにちは。あんた誰？私のメグ姉から離れなさいよ。ごめん。ちゃん違うよ。アナチはね。いきなり見知らぬ女の子から敵意むき出しにされてるんですけど。お嬢様キャラかな。これは妹キャラ。何言ってるんですか、カオルコ先輩。もうすでになんか、え？ライバルってどういうこと？一応これギャルゲーですよね。ダメ。何？嫌がられてるんですけど。とにかくもう一度ちゃんと説明するから、みんな私の話を聞いて。私が納得する説明でお願いします。聞いてるわ。で、で、アナッチは私の幼馴染で、今日この夢校に転校してきたばっかりなんです。サヨンジです。よろしくお願いします。それはね、でもあの子が怒るでしょ。ほら、玉木が報道部が慢性的な部員不足を
抱えているのは事実ね。そうなんだ。渡りに船。だからアナッチの入部認めてくれますよね。私の了承をまず得ていないんですけど、俺の意見は聞かないのかよ。本当ですよ。どうする？あなた入部する？断れるの？しないもん。その辺にしておきなさい。だって。だって何？うん、メグ姉が何でもないです。メグ姉に本気で恋してるのかな。そうだよ。他に考えている部活でもあるの？ない。なら報道部に入ろうね。強いて言うなら帰宅部がいいかな。報道部って何やるんですか？はい、そのまま。そうだよね、新聞みたいな感じで。私たち報道部なのです。はい、なんとなく予想はついてた。格下げされるかもしれないけど。深刻ですね。揃えないといけなくて。5人？アナッチが入ってくれればちょうど5人になるの。はあ、そんな厳しいな。男子禁制。私は女子ですよ。一応中身は中の人は女子なんだけど。ねえ、タマちゃん。そんなに難しく考えなくてもいいのよ。気が向いた時だけ部室に顔を出してくれれば。それ幽霊部員状態じゃないですか。まあそれでもいいなら別に入ってもいいけど、入部しない、入部する、考えさせて。入部でいいよ。好感度が下がった。まあどうでもいいけど。早速ここの入部届にサインしてちょうだい。はい。入部おめでとう。部長の庄司薫くん。この中から攻略というか。こう見えて副部長なの。する女子を決めるのかな。三日月メグ、改めてよろしくね。攻略するとしたらメグちゃんか弥生ちゃんだから、それ思う。やだよ。別に玉木ちゃんからの好感度が下がってもそれよりどっちでもいいんだけど。三日月って何よ。昔はメグちゃんって呼んでくれてたのに。メグちゃん噛みついてきた。もう公認なんだし、ちゃん付けはずっと。そうだそうだ、慣れ慣れしいぞ。ちょっと黙ってもらえますかね。そんなの関係ない。転校初日で修羅場の渦中にいるけど、これがギャルゲーの常なのか。切れすぎなんだけど。いやー、してくれないと思う。お前に名乗る名前などない。はい、OK。西園寺アンナです。よろしくお願いします。あんたに一つだけ言っておくけど、玉木のメグ姉にあんまり慣れ慣れしくしないで。宣戦布告だ。なんか怖いな。そうだ、カオルコ先輩。短期すぎるよ。誰も使ってないカメラ、アナッチに使ってもらったらいいんじゃないですか。来たカメラ。報道部のカメラマン担当ってことで。あら、それはいい考えね。うん、別にいいわよ。いいんだ。玉木は反対。カメラって結構高価なものなんじゃないのかな。ツンデレかな。じゃあこれ、報道部の備品のデジカメ貸し出しってことで、アナッチがずっと持ってていいよ。いいんだ。報道部心得。ありがとう。シャッターチャンスは絶対逃すな。このゲームでいうシャッターチャンスはパンチラとかじゃないのかな。本当に大丈夫なんですか。確かにちょっと軽率すぎるような気が。ただしこうしたら弁償してもらうから、そのつもりで。はい、弁償しろ。やめて。わかりました。とにかく気をつけよう。カメラマン修行のためにちょっと散歩でもしてきたら。ようやく動けるのか。会話ばっかりだなと思ってたんだけど。見回り見学。早速スクープをゲットしてきてもいいんだからね。待ってるわよ。一体どんなスクープに。19時半には閉めるわよ。19時半、結構遅くまで活動してるんだ。玉木に近寄るな、この変態カメラマン。ひどい。私変態じゃない。今作の基本的な進め方。
平日は15時半から19時半まで、休日は13時半から19時半までが行動可能範囲です。部活が15時半から始まるってことかな。 L スティックで移動、ジャンプ、バツ、スライディング、スライディング、何そのアクロバティックなアクションゲーム並みの、なんだろう、スライディングしながらカメラをシャッター押すの、しゃがむ、シャッターチャンスはどれだろう、カメラモード、イベント中以外は R2 で任意にカメラモードに切り替え可能。おお、これがこのゲームの醍醐味である写真撮影、カメラモード。 L2 でズームイン、 L1 でズームアウト。R と L を基本的に使えばいいんだ。大体把握した。スライディングすごい、このスライディング予想以上に激しい。一体何に使うっていうのこれ。 R1 何これ、地震ボックスゼロ、これがカメラ、ズームで、撮影が R1。 なるほど、新米カメラマン。あれ長い、開ける。あ、誰かいる。お、押したら怒っちゃうその声は一体、名前教えて。早乙女あきら。これ以上話せないのかな。怒っている。プレゼント、情報を教えて。地女、話す、人間関係に多少刺激がある方が。ここは何なんだ、何部かな。ごめん、でも話しかけたいだけなんだけど。眠そうな顔してる。はあ、不良なんですけど。怖い、話す。芝居の脚本を書いてる。へえ、演劇部。キーワード、プレゼント桜田信夫、用はないけど僕は興味ないな、こんなぶつかり方がすごい痛そうなんだけど。名前教えて。そっちじゃないよ、女の子に聞いたのに。レーナさん、もっともっと練習しなきゃ。なんだ。いや、なんでもないです。好感度が1下がった。好感度下げまくれるのかな。下げたらどうなるんだろう。なんだ、無限に下がるわけじゃないんだ。安室四郎、なんだろうな。えい、お、好感度が下がってる。怖い。すごい、農学部、なんというか物質ばっかりだな。皆川、え、米美、真由美、声が結構渋いな。ごめんなさい、疎くて、はい、あー、情報ってそういうことか。こうやって情報収集して、写真というか報道部の記事を作っていくのかな。試しに撮ってみようかな。あ、間違えた。お、これ何？お、ジャンプしたらスローモーションになるんだ。よくできてるな。表示、非表示、アングル、アングル。まだしばらくは慣れそうにないんだけど、物質ばっかりだな。
意外とキーワード何でもいいから情報を。ちょっと心当たりがないな、役に立たないですね。わ、アウトオブガンチュ、この人なんか顎しゃくれてない？なんか横から見た時の顎がすごく特徴的なんだけど、なんだこの骨格がおかしい、角張ってる。記念撮影しとこう。この人はメガネ、変なの撮っちゃった。校舎って結構広いんだな。先にこっちに行ってみよう。あ、ごめん、わざとじゃ。情報教えて。なんだろう、誰も情報持ってないんだけど。愛想悪い人ばっかりだし。ただより高いものはない、そういう情報の一つ。ひどい、ここの人たちみんな意地悪なんじゃないのかな。変人ばっかりだ。逆にこちらが聞くけど、質問に質問で返すというやつか。はめるポイントだこれ。もうはまらなくなっちゃった。情報よくわかりません。ち、情報くれないやつなんて好感度下がっちゃえばいいんだ。あ、ちょっとかわいい。あ、蹴っちゃった。いやでも蹴ったつもりはないのに、なんか結構当たり判定シビアだぞこのゲーム。話す、へえ、そうなんだ。恋にぶつかったわけじゃなくても結構ちょっと当たっただけで押しちゃうことになっちゃう。答えられない。なんかすごい情報でもあるのかな。姫川、誰？ダメだ、全く有力な情報が見つからない。 B 組教室、水泳部に行けばいいのかな。有力な情報がないので、うん、カメラでも。お、これが例の悲鳴あげてるでもそれ以上に何もしてこない。無防備すぎるでしょう。好感度が下がった。これは盗撮したことで好感度が下がったのかな、それともぶつかったことで。トイレがあるけど、私の場合どちらに入ればいいんだろう。普通なら女子トイレに入ってもおかしくないところなんだけど、この格好じゃ、この見た目じゃ変質者と言われること必死なんですけど。おっと、こっちは女子トイレだ。ダメなんだ。こっちは入れるの？何もないけど、意味不明すぎた。引き続き情報収集していきます。名前忘れちゃった。シゲ、一階に来たらシゲがいた。もう忘れたのかよ。隣の席だってのに釣れないね。顔は覚えてる。知らないよ、知らないよ。なんだよ、好感度探しちゃった。しようって言ってってんのに感じ悪いな。もしかしてお前、ごめん、一匹狼でも気取ってるのか。反応が見たかっただけなんだけど。嫌いじゃないのに好感度下がってん。うまくやろうぜ。よくわかんない。一匹狼の上にブアイソーときたか。これはなかなか手ごわいね。ごめん、今度からはもう挨拶だけにしとくよ。帰っちゃうの？多分相手も同じことを思ってると思うけど。
一体誰がそんな情報を持ってるって言うんだろう。どこに行けばいいのか見当もつかない。水泳部とやらに行ってみようかなと思うけど、水泳部がどこにいるのかもわからない。結構広いな。ダッシュボタンがないのはなかなか私にとってはきついんですけど。これはなんだ。ごめん、全然情報がない。びっくりするほど情報がない。これでどうやって攻略を進めていけというの。学食？学食なんてどうでもいいんだけどな。ここに怪しげな少女が。君たち全く役に立たないよ。あ、この子はパッケージに載っていた子だ。それは何か？キーワード、名前教えて。ナオミ・サンダース。すごい名前だ。あ、なんかイベント始まった。失礼します。あら、ご新規さんかしら。ご新規、転校生のサヨンジです。この間編入してきた子です。ええ、これでも一応毎朝職員会議にも出てますから。お下げがかわゆい。私はここの養護教諭をしている。しなっとり。よろしくね。あ、よろしくお願いします。入り浸ってしまいそう。今日はどうしたの？隣の席のシゲの影響か。なんとなく。はい、なんとなく。そういうこと。別にいいのよ、そんなに恐縮しなくて。ここにたどり着くまでにかなりいろいろ寄ったけど。歓迎するわよ。は、はい。こうして顔を見せてくれるだけでも生徒の健康チェックになるのよ。結構疲れた。あなたが来てくれて私も嬉しいの。そうなの？そういうものなのよ。暇なのかな。今日みたいにいつでも気軽に遊びに来てちょうだいね。それは授業をサボるのを容認しているということに。白鳥先生との約束よ。お、うん。感度が5上がった。白鳥先生の保健室。ぶつかったらせっかくの好感度が下がるので。ただ喋りに来る。へえ、うん、なるほど。他に何かあるかな。進路指導室、誰もいない。職員室。うわ、先生だ。先生の好感度は気をつけなければ。人が多すぎる。今何時だろう。所持金2000円。はあ、レグが一番好感度が高い。はあ、他に何か、ああ、あるのかな？イベント。わかんないけど。適当に調べたりしつつ。図書室。お、こっち側に抜けられるんだ。窓。ここから体育館が見える。南棟。ところで、自分の部室がどこにあったかわからなくなっちゃったんだけど。あ、変なマークが出てる。報道部。ただいま。どうしたの？何か忘れ物？あ、忘れ物っていうか、そうなんだ。なんとなく戻ってきた。やっぱり今日は私たち二人を引き寄せ合う何かがあるのかもね。おかしい。恋愛ゲームって自分から好きなヒロインにアプローチしていくゲームじゃないの。
すでにヒロインの方から来てるんですけど、はあ、私だと織姫様と織姫様に鈍いんだから、ハナッチはだからさ、ごめん。織姫様と彦星様みたいだと思わない？そうかな。いい、私、弥生先輩を攻略したいんだけど。ハナッチだって10年ぶりに幼馴染と再会できて嬉しいでしょ。これは男子として意識しているっていうことなのかな。もっと喜んでよ。私なんかお昼休みに転校生の噂を聞いてから午後の授業の間ずっと落ち着かなくって、もしかしたらアナチか、そうなんだ。どうしようって期待と不安でずっとドキドキしてたのに。名前だけでも分かりそうなものだけど、でしょ？やっぱりこれって織姫様と彦星様のご加護だよ。ほう、えらく織姫様と彦星様にこだわってるけど、まあそういうことにしておきましょう。え？いうこと？感激の言葉とか懐かしい思い出話とか、そんなのあるかな。情熱的なリアクションがあってもいいんじゃないかってこと。もうこれ攻略済みじゃない？すでにメグの好感度がマックスな気がするんだけど。コメント、はいはい、久しぶり。これは嫌われそう。あえて本当に嬉しい。これは勘違いさせてしまう。改めてよろしく。無難に悪くはないけど硬い。硬いな。そんなの。それでも一応好感度上がるんだ。私の知ってる私もアナッチのことよく知らないんですけど。人は変わるのですよ。てか10年ぶりなのにこんなに積極的というか、そんなだったかな。びっか。改めてよろしく。すぐに昔のようにってわけにはいかないか。それにこうして部活も一緒になったんだから、これからは毎日会えるもんね。毎日顔を出すこと強制なんですか？幽霊部員はダメなのか。前向きだな。そしてようこそ夢校へ。一緒に報道部を盛り上げていこうね。イエッサー。キーワード、まともな情報がない。お、一日の終了。通常は19時半になる。強制的に1日の行動が終了。駅の改札と PC で終われるんだ。写真の保存。プレイ中にカメラモードで撮影した写真は保存しないと1日で消えてしまいます。1日で消えちゃうんだ。写真の保存、どっちでもいいんだ。これどうなった？適当に丸ボタン押しちゃったけど、今終わったのかな。一応これ保存されてるのかな。サブメニュー、画像の削除もある。この背景の画像は、あれ全部消えちゃった。まさか選んで消せないの。どうしよう、もう帰ってもいいかな。もうやることなさそうな気がするんだけど、やることあるかわからないし、今日は帰ろう。一旦帰宅だ。セーブします。学校から開始？結構長く
なっちゃったな。今回はこれで一旦終わろうかな。初日で他人と隣の席のシゲの好感度を大幅に下げてしまった上に、なんかもう強制的にメグとのエンディングを迎えそうな勢いで好感度が上がりまくってるんですけど、ちょっと幸先不安だけど、操作感というかは想像以上に結構楽しい。いやでも情報収集が結構先が思いやられるような感じがするけど、まあ今回は一旦ここで終了しようと思います。いろいろ写真撮っていけたらいいんですけど、ということで今回は一旦ここで終了します。ご視聴いただきありがとうございました。